1964年の石巻川開き、祭り石巻川開き祭りは、宮城県石巻市で毎年8月1日と2日に行われる祭りである。江戸時代に北上川川口部の改修を行い、石巻発展の石を築いた川村孫兵衛の偉業を称えるとともに、海難事故、水難事故によって亡くなった英霊を供養するために行われる祭りである。元来、 この地域では、水難事故で亡くなった人々の霊を弔う、川瀬垣と呼ばれる仏寺が各地で行われていたが、大正5年に地元の経済界が中心になって石巻川開催、共産会を結成し、それらの仏寺を統一して祭りとしたのが始まりである。戦時中は中断を余儀なくされたが、その後はほぼ継続して行われている。開催年によっては、 航空自衛隊松島基地のブルーインパルスによる展示飛行が行われることもある。2003年5月26日、宮城県沖地震が発生。地震の影響でこの年の開催は中止された。実行委員会は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、2020年4月27日に2020年の開催中止を翌年5月28日に2021年の 開催中止を決定し、2年連続の中止となった。なお、2年とも初日に予定する一部の供養行事は、関係者のみで取り行われた。東北最大と歌われる花火が打ち上げられる。ありがとうございます。